どうも、なめこです。久米島旅行もとうとう最終日。あっという間だったぜ。さあ、大都会に帰るぜ。それでは、ゆっくりしていってね。おはようございます。久米島旅行4日目。最終日の朝がやってきました。本日はお昼の飛行機で帰ります。現在は民宿の食堂で朝食中。素泊まりのプランなので朝食はつきませんが、700円で朝ごはん作ってくれるとのことなので、お願いしました。コンビニで菓子パンとか、喫茶店でモーニングの方が良かったんじゃね？せっかくの旅行で菓子パンは味気ないし、朝早くから空いている飲食店がなかったんですよ。こちらの朝食もシンプルですがバランスも良く、体に良さそうです。これ以外にもマンゴーや、焼きジーマミー豆腐も追加され、ここでも沖縄料理や素材を堪能できました。9時前に民宿をチェックアウト。3日間、お世話になったぜ。快適だったぜ。さて、空港に向かいましょう。どうやって空港に行くんだ？タクシー？島内を巡回している、町営バスを利用します。空港線や一周線など、何種類か路線がありますが、今回は空港線を利用。飛行機の出発、到着時間に合わせダイヤが組まれていて便利です。なお空港を満喫できるように、一本早い便で空港に向かいます。さすがウプ主。抜かりないぜ。近くにあるバスの営業所から乗車します。そういえばウプ主車窓をじっくりと眺めるの、この時が初めてです。おととい、散々島内を走りまくったじゃないか。運転してると周りの風景なんて、あんまり記憶に残らないんですよ。でもこうして久米島の民家を見てると、場所により、都会と田舎が混じり合ってますね。この家の人はここで生活して、ここに買い物に行ってとか、勝手に妄想するのも楽しいです。なおバスは観光客で超満員。空港まで50分かかり、運賃は490円でした。あの混雑度とかかる時間を考えると、人数いればタクシーの方がいいぜ。久米島空港に到着しました。まずはお決まりの展望デッキから。滑走路の奥は一面の海、素晴らしい眺めだぜ。日本航空のボーイング737が止まっていますね。それでは出発の様子をタイムラプスで。マリサが被ってるのでどかしました。おいこら。
自分に突っ込むうぷ主。さっきの飛行機、滑走路ギリギリじゃね？小高い丘で隠れてて、滑走路がどこまで伸びてたのかわかりませんでしたね。ふと調べてみたところ、型によって変わってきますが、737の離陸滑走路長は1800メートル前後。対する滑走路は2000メートルと、素人目には結構ギリギリな印象です。まあ大丈夫だからこそ、運行してるんだけどな。久米島空港2階にある、風人カフェに入りました。ここで朝ごはんにしましょう。いや、朝ごはんはさっき食っただろ。黒糖黒蜜カフェラテと、ホットサンドを注文しました。何これ、超うまそう。そして意識高そう。カフェラテは黒糖と黒蜜の名のごとく、めちゃ甘くて美味しいです。ホットサンドは卵かと思ってたら、ハムも入っててボリューミー。付け合わせの浅漬け。いや、ピクルスも体に優しいです。デザートもついており、みかんの入った杏仁豆腐でした。お値段は980円。朝ごはんとしては少々高めですが、優雅なひとときを過ごせるのでいいですね。続いて昼ご飯。いやさっき、イカ焼く。沖縄にも、沖縄そばとかソーキそばとか、八重山そばとか、数々のご当地そばがありまして。ここ久米島にも、久米島そば、なるものがあります。今まで食べる機会がなかったので、ここでいただきましょう。他のそばと比べて、何が違うんだ？正直違いはわかりませんでした。他の蕎麦と比べ違いはあまりなく、普通に美味しいです。ふと調べてみたところ、久米島で製麺されたものを使っていれば、久米島蕎麦、だそうな。なんと。お味の方は当然うまうま。あっさりスープに肉厚な三枚肉。お値段は650円。注文してからすぐに出来上がるので、登場直前の最後の久米島グルメにいかがでしょうか？こちらは空港内にある楽天イーグルスの展示コーナー。野球好き、楽天好きならたまらないコーナーですね。さて、うぷ主が乗り込む飛行機が、那覇空港からやってきました。なお先ほどと今回の飛行機の離着陸を映像に収めるため、うぷ主はフライトレーダーのアプリとにらめっこしながら、ホットサンドや久米島そばの食べるスピードを調整しました。おかげで旅動画らしく、数々の離着陸シーンを収めることができましたよ。うぷ主、グッジョブだぜ。久米島そばダッシュで食べたので、舌をやけどしましたが。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。